9月の9日っす。まあ、一応明日ちょっと車もとうとうやら壊れて直らないっぽいですね。あのリアデフエブリィ 62V のリアデフからイオンですね。まあ、多分25万するんですよ。見積もりは25万です。多分30万ぐらいします。まあ、30万出るんだったら新しい車買っちゃってもいいんじゃないかっていう感じですね。であとリアデフをやるのであれば、まあ、ヤフオクの中古が出た時は一番安いんですけど、まあ、なかなか 62V だけ出ませんということで、まあ、しびれが切れたからそう車買いに行きます。まあまあ、午後からオイル変えたりするんで、まあ、午前中だけちょっとやると思います。で今日の作業内容はこの食器棚破壊破壊とこの邪魔な廊下のこれですね。まあ一応壊すだけですね。今日は午後になったらちょっと富山行かなくちゃいけないんで、はい、そんな感じです。はい、どうもイザルです。まあこの動画はですね、食器棚の解体の時ですね。まあ見ればわかりますけど、で、ここを解体をした時にですね、まあいろいろこの物件のそれまでがちょっと見え隠れしたような感じですね。まあ、あと、ここだったり、あと床下、あと天井ですかね。そこに入るとなんかいろいろ不自然な部分が多いんで、まあ、その理由が、なんとなく分かったかなっていう今回の動画です。はい。ちなみにこの外ごもりプレイスは、今はプレオープンしてます。でプレオープンの期間は10月20日までになっております。なんでかといえば、情けない話ですね。まだフルオープンできなくて、ちょっとまた出稼ぎ行きます。なんでかって言ったら、まあ、来年の分の生活資金と運営資金を兼ねたものがなくなるんですね。まあ、なんとか今年無理くり、プレオープンまで持っていくと、こういう感じでやっ気が、感じの、まあ、被害ですね。感じじゃないや。被害ですね。それでやってました。もう3年物件買って、今年の7月30日です。3年目です。3年目に、突入しました。で、だらだらもうリフォームばっかりやってても仕方がないので、やるのであればもう一気に今年プレオープンまではやる。ということは決めてやりました。まあ、まだまだ至らない部分ですね。特にあの布天井ですね。アジアン天井の布天井までは今年はまあできないということなので、すべては諦めました。で、今現状リアルタイムでは、単管のカーポートを作ってます。まあ、そこまで作って、冬支度をして、まあ、出稼ぎに行く感じです。まあ、今年の出稼ぎは、できれば近場がいいよなっていう感じですね。住み込みだったとしても。じゃないと、戻ってこれないんですよ、雪下ろしのために。まあ、下手したら、多分もう一回バコって折れてるかもしんないっすよね。はい。なので、まあ、まだ、やっぱりね、自分の家を買って、まあ、出稼ぎでいいやっていう風なスタイルで、行こうという風な、状態でありました。状態、まあ、考えだね。まあ、この動画じゃなくて、ブログが書いてありまして、その概要欄に僕が書いてるブログがありまして、その副タイトルに、二足のわらじで行くっていう風なことが書かれてます。でまあ、何が二足のわらじかって言えば、ワーホリ行って、ワーホリに行った理由っていうのは、まあ、起業するとか、そういうものもあったんですけど、まあ、生き方の幅ですよね。それを、広げるために行きました。まあ、見聞を広げるということですね。で、まあ、一世一代で起業した3人の王子の影響を受けまして、帰国した後は、セドリやったり、FX やったり、アフィリエイトやったり、で、中で一番側近性高かったのが、セドリだったので、それを1年ぐらいやったんですが、まあ、物に囲まれたり、お金を使い続けることが嫌だっていうことに気づいてバーンアウトをしました。まあ、それでも飽き足らず、地方移住に失敗し、まあ、四国のお坊さんのところに転がり込み、で、今、山奥ニートで有名な、共生者にも、コロナ騒動の前に3回行ったんですかね。まあ、それらの影響もあり、やっぱり自分に
しっくり、ぴったり来る場所じゃないと嫌だっていうので、ここ外ごもりプレイスをオープンしてます。まあ、オープンって言っても、プレイオープンなんですけど、まあ動画の話に戻り、進めてたんだけど、これ、まあ、とにかくですね、今回は、ね、こう解体を進めないことにはどうもにもこうにも拉致が開かないということですね。なんか構造材のなんか、最初はですね、これアイランドキッチンにする予定でした。多分ここもなんか仕切りだったんだね。アイランドキッチンの予定っていうのは、でその仕切りをなんかね、居住スペースにするために、残して半分だけ切って、半分残して、まあ、キッチンにするっていう構想だったんですけど、まあ、中途半端に狭えなっていう結論に至りまして、まあ、全部取っちゃいましたね。まあ、実際は全部取ってしまって、すっきりしましたね。でもまあ、残すんだったら30センチぐらいかなって感じです。まあ、その30センチの材を買うのもまたありなと。いうので今は全部すっぱり取ってですね、風通しのいい居間とキッチンになっています。で、まあ、あとちょっとね、居間に何だろう、机が欲しいんですよ。まあ、みんなでご飯食べる用の机ですよね。まあ、それをハードオフで 4,5,000 円でまあ買ってこようかなっていう感じなんですが、それ来年にしようかなって感じですね。まあ、まだ本格的に募集かけてないんですけれども、プレオープンギリギリまでちょっと粘ってみるかっていう感じです。はい。まあ、とにかく、まあ、動画はちょっとまだ、この、なんて言うんですかね、これ、パワーディレクター19でやってるんですけど、倍速にすると、倍速に対して喋ってる最中の、動画がですね、ついてこないんですよね。これまた困ったなっていう感じで今喋ってます。多分今、動画はですね、動画に関しては解体の部分喋ってるんですけど、多分解体じゃないと思います。でもまあ解体をしてるであろうっていうことを想像して喋りますね。はい。まあ一段一段取りながら、まあ結構派手にぶっ壊してるはずです。で、これ解体がめんどくさくて、これ作った人ちゃんとした大工さんなんですよね。で、大工さんが家具を自作で作ってるんですよ。で、ちゃんと棚のをつくところには L 字金具じゃなくて掘り込みですね。はい、掘り込みをちゃんと入れて、材の強度で支えてあります。で、しかも材を、の強度を支えた上で、ちゃんとガタガタしないように釘打ち込んであるんですね。なんでこれバラすのがね、相当大変でしたよね。で、ちなみに、この、材はですね、福島のひきこもりハウスの、方にですね、薪として届けさせていただいてます。ありがとうございます。まあ、もうそろそろちょっと、車のオイルをちょっと交換しなくちゃいけないんで、はい。まあ、こんな感じでやりますか。やりましたわ。やっぱり食器棚ないと、すごい、また明るくなった感じがありますね。で、まあ、まあやっぱりここがね、シロアリの巣窟だったんだね。偽道がめちゃくちゃある。だからちょっとこれ床落とさなくちゃダメだな。床はちょっと剥ぎたいけど、ここら辺はちょっと、いや残しとこう。こっからこっちだね。床を剥ぐとしたら。まあんな感じだ。あーし、いい感じだ。こんな感じでーす。まあこの、毎回、動画の最後に映してますが、これがコンセプトであり、まあ、僕が今まで出会ったことから出たコンセプトです。もしよろしければ内覧のご連絡とか待ってます。